と外出の休息など熱中症には十分に注意してください。なお隣の県営体育館サブ体育館は冷房が効いていますのでどうぞご利用ください。また伊勢市消防本部も100メートルスタート後方に待機してもらっていますのでお気軽にご相談ください。マイクロバスも冷房に近づけて止まっていますのでこちらもご利用ください。女子 400m 競走の準決勝は最後の第3組、第2レーン村上さん熊本商業熊本、第3レーン中子さん浜松西静岡、第4レーン大島さん宇都宮中央女子栃木、第5レーン新江さん湘南神奈川、第6レーン吉岡さん最強京都、第7レーン吉中さん和光国際埼玉、第8レーン永井さん新潟商業新潟、第9レーン長沼さん黒龍学園山形、以上8名によりまして準決勝最後の第3組が行われます。フィニッシュタイマーは54秒。